人一人の動き、銃の撃ち方、奴ら普通の組織じゃねえ。まるで軍隊のようだった。軍隊か。大丈夫か、大吾。柏木さん、体は問題ないのか。すんません、合田会長を守りきれませんでした。それは聞いた。気にするな、お前が無事で何よりだ。それでお前と合田会長を拉致した奴らはどこのドイツなんだ。詳しいことはわからない。だが自分たちのことをジンゴン派と呼んでた。本当にジンゴン派と言ってたのか。柏木さん、ご存知なんですか。ああ、だがジンゴン派は壊滅したはずなんだが。さっき府警に連絡してジンゴン派のことを調べてもらったら、そんな組織の記録はないと言ってたわ。ジンゴン派は世間では全く知られてない組織だからな。けどそれだけの組織だったら警察の記録には残っているはずよ。警察はジンゴン派の存在を抹消したんだ。どうして。あれは20年以上前のことだ。プロ長は堂島組以外に海外の勢力がひしめいていた。その中でも最大の組織が韓国のジンゴン派という組織だった。東上界で中堅だった堂島組が大きくなるには、そういった組織を制圧するしかなかったんだ。でやるんでか、おやさん。ああ、皆殺しだ。皆殺し。どうした、何か問題でもあるのか。いや、なんや風間、行さん人殺したお前が何ビビっとんねん。そういう問題じゃないんだ親父。戦争以外の選択はないんでしょうか。何アホなこと抜かしとんねん。先に喧嘩ふっかけてきたんは向こうやろが。やられたらやり返す、それが極度や。なあ風間、お前の言うことがわからんでもない。やさん。まあ待て。だがな、あのジンゴン派ってやつらは別だ。やつらのやり方は尋常じゃない。このままだと堂島組が壊滅ってことにもなりかねない。ですが、叩くなら今しかない。下手な情を挟めばそれが禍根を残す。だからやるしかねえんだ。わかるな。はい。でも本当に皆殺しにする必要があるんでしょうか。当たり前や。うちとこの組員が何人やられた思てんねん。わしはあいつらの息の根止めな気がすまんねや。やつらのアジトはディスコホールの裏のビルにある。チャンスは今夜だけだ。任せといてください。はい。風間の親父さんは最後まで迷っていた。だが白いものでも親が黒といえば黒になるのがこの世界だ。結局組のために風間の親父さんは島野のおじきと共にジンゴン派のアジトに乗り込んで組織を壊滅させた。結果堂島組はカムロ町を手中に収め、東上界での勢力を伸ばした。その後島野のおじきは独立して島野組を直系に昇格させた。その時の構想で堂島組一派は組織を大きくしたってわけか。堂島組だけじゃない、東上界もその勢いに乗じて関東一円に組織を拡大させていった。
でも今の話じゃ人言派は壊滅したことになるんじゃないのか。その通りだ。人言派は壊滅したはずだ。だがもしかしたら生き残りが存在していたってことになるのか。生き残り？じゃあその生き残りが合流会とつながってるってことになるな。ああ。でもそれだけ大きな事件なのにどうして警察は動かなかったの？当時警察は人言派の実態をつかみかねていた。だから堂島組に奴らの壊滅を任せる形を取ったんだ。つまり見て見ぬふりをしたってことなのね。まあそうだろうが、当時の担当刑事でもなきゃ分からんだろう。担当刑事？誰なの？名前までは覚えてない。何せ20年以上前の話だ。そう。しかし偉いことになった。合田会長はさらわれたまま、合流会は神室町を狙っている。それに人言派の影、それに伊達さんをはめたネズミの存在。次は一体誰が何を仕掛けてくるかだ。そんなもんどんな手で来ようがやるしかねえだろう。ああ。はい。一人で何ができる。元ヘッドだからって容赦しねえぞ。上等だ。かかってきやがれ。おい、ゆうや。この店は清掃がなっちゃいねえな。掃除するなら手伝うぜ。ゴミ掃除をな。桐生さん、ふざけやがって。まとめてやっちまえ。やるな。
私にくれたブラックサンダー初代ヘッドの特攻服だよ。桐生さん、はい、お？
いい流れになってきたな。ズバ当たらなくてよかった。くそ。天宝純正黒紙トリプルヤクマ。ええ、ありがとうございました。やったるで。せやがって。取らせやがって。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。取らせやがって。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。
頼む。やったぜ！
しばらく寝てろ。喧嘩で使える技を紹介するぜ。これで絡んできたバカを返り血にしてやんな。まず基本は目つぶしだろ。それに服を掴んで、おおこら、てめえ何わが物顔して撮影してんだ。おら、ここは俺らのチームの島だ。こら、あ、なんだてめえ。上等だ。てめえはビデオの教材にしてやる。くらえ、最初は目つぶしたもんか。
爆発するぞ。時間食っちまった。イライラしてんだよ。さあやろう。さあおるよ。取らせやがって。しばらく寝てろ。取らせやがって。なんという味だ。うまい。なんという味だ。
しばらく寝てろ。兄ちゃん強そうだな。せよって。いらっしゃいませ。
ありがとうございました。なんという味、素晴らしい味。まあまあだな。しばらく寝てろ。せやがって。何見てんだよ。
せめて1分は持ってやるよ。なんだよ。終わらせてやるよ。時間食っちまった。おっほー、いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ああ。ああ。いらっしゃい。ありがとうな。
しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。何？ん？ん？
しばらく寝てろ。
時間食っちまった。何見てんだ、やんのか。ああ、やってやるよ。しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。なんという素晴らしいやつだったな。まあまあだな。何見てんだ。Yeah!
しばらく寝てろ。いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。何見てる。殺すぞ。しばらく寝てろ。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。取らせやがって誰だやんのやってやめガン食っちまった。
何？おい、しばらく寝てろ。
ちこまで行かれますか。それでは出発いたします。